よお前ら、こっからはさっき釣ってきたウツボを調理していくぞ。まずは熱湯を使ってこいつらのぬめりを取っていくぞ。ウツボのぬめりは熱湯をかけることで白く固まり取りやすくなる。包丁を使うとこんな感じだ。ちなみに手でも取れるぞ。おい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 、こいつ口の中に餌と針が入ってるぞ。クソ、危ねえな。よし、ぬめりが取れたから早速さばいていくぞ。背中側から包丁を入れていく。背骨と包丁が当たる音をよく聞きながらどんどん歯を入れていくんだよ。そしたら切り込みを入れてさらに開いていく。そうすると内臓周りの膜に到達するから、その膜をぶった切り内臓を外す。ここまで来たらもう終わったようなもんだ。あとは余計な汚れを洗い流したら、頭と肛門あたりから切り落とし、背骨を外していく。こんな感じになったら完了だ。基本的に頭と尻尾は煮付けにする。お腹周りはたたきにしたり唐揚げにするのがおすすめだ。今回はたたきと皮の湯引きでいただく。ちなみにだが、網に油を塗り忘れたからめちゃくちゃ皮が張り付いたぞ。あとは食べやすいサイズに切って完成だ。真ん中がたたきでサイドが湯引きだ。いただきます。いただきます。まずは温かい煮付けからだ。大根も入っててめちゃくちゃうまいぞ。ちなみに圧力鍋で煮込んだんだが、骨はそのままだった。そしてたたき系はもちろん味ぽんだ。ウツボはなんといっても皮がうまいからな。皮の味を生かすにはやっぱりこれだ。あー、うまい、うまいぞ。ただここにさらにこの大根おろしとシソの巨人を入れたら、もうそのうまさがわかるよな。ほら、皮も喜んでるぞ。そしてこのたたきはどうだ。炙られた皮がまたうまいんだよな。味ポンとの相性も俺みたいに最強だ。人類最強、いや味ポン界最強の存在だ。てなわけで次回は磯採集の動画だ。今日も見てくれたお前らありがとうな。